セリーグの神宮戦打者さすがに多すぎる。まずは阪神、広島、続いて横浜、巨人、中日、多くの選手が結果を残しています。あの球場おかしいから。小学生でもスタンドインできる球場だから。神宮なかったらこいつらどうすんの。佐野とか OPS600 台やろ。横浜は強風神宮でやってたやつやろ。神宮の試合は何点差あっても安心できない。ちな横浜の山本は12打数8安打や。フンソンミンが抜けてるやん。神宮なしの打撃成績後でまとめるは各球団出すから覚悟しとけよ。巨人岡本入ってないんか。横浜全勝してそう。オスナの OPS 自体やとやばそう。中距離バッターが生きっとるわ。横浜は理にかなってるよな。宮崎も牧も佐野も打率残す中距離砲やし。各球団は横浜の打撃参考にした方がいいかもな。多分万振りしてるだけやろけど。阪神箱にはしかいなくて草生える。岡本は甲子園で打てない。東京ドームがホームラン出過ぎとか言われてるけど神宮のが異常やろ。森下とかいう神宮戦かと思いきや阪神全員神宮戦か。岡本とか甲子園で打てない時点で何の価値もない。質のいい投手から打てないし。本拠地で野球人生変わるの不憫すぎるやろ。いい加減企画統一しろよ。岡本とかいう箱にはキングオブ箱には。神宮とかいうメキシカンリーグ。ご視聴ありがとうございました。